い、皆さん明けまして今年はおめでとうと言っていいんでしょうかね、まあ波乱に満ちたですね年明けとなったんですけれども、2014年最初の土曜日がやってまいりました。今年も毎週土曜日ですね2時間生放送で全国ラテレビ本会議をお伝えしております。私は今日の司会を務めます山口和臣でございます。よろしくお願いいたします。東京地方本当晴れなんですけれどね、もういきなり、1日から大地震があったりですね、2日にはですね航空機の事故があったりとか、まあ、今日もその話題をお送りさせていただきたいと思いますけれども、本日の出演者の方々をですねまずはご紹介いたします。ジャーナリズム研究家で元共同通信編集局次長の丸山茂武さんです。よろしくお願いします。丸山さんはどんなお正月だったんですか？正月はもう今ちょっとね、部屋の片付けというので大騒ぎをしましてね、大変だったんですけどまだやってますけど、片付けで終わってしまったみたいなんですね。まだやってますけど、まあ春は濃いですよね。なるほど。続きましてですね、メディアクリエイティブディレクターの前北美也子さんです。よろしくお願いします。前北さんは、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、どんなお正月だったですか？まあ、そもそも喪中、ああなるほどなるほど、そんなにそのおめでとう言わずにって思ってたんですけど、そのどんなお正月っていうか、お正月からやっぱり石川県は本当に、はいはいはい、今年 何回も行っている場所なので、うん、たくさん知り合いもいるし、仕事というか石川県の審査員、省の審査員、福井審査員長もやって、うん、もう10年以上、11年、12年、12年目になるので、11年、知り合いも本当にたくさんいる、もう1月1日からでも、うん、かかってそうだね。しても、う本当に2日は日本航空が事故るし、ね、もうびっくり、こんなお正月があるんだ、生きてるうちにあるんだって思って、心をしっかりしなければと思ってます。またあとでね、その辺詳しくお話伺いたいと思いますけど、今日は何かお知らせものがあるということで。そうなんです、はい、だからそんなことがあったんで、お知らせもしないわけにはいかないって、なんか気持ちもこう見られるんですけれども、はい、今こそ訂正を、もうこちらも終わってないし、ウクライナとガザの、両方の訂正を呼びかけて、シースオールファイアなる、全部の、本当、こんな、本当にこんな、天災も来てしまったのか、せめて人災ぐらいはなくそう、もう停戦しよう、早く、一刻も早く停戦しよう。でスペシャルゲストに加藤時子さんをお招きして、東京ウィメンズプラザホールという広いところで、246人も入るんですが、でしかも有料で1500円でやりますと、ウォン・ウィンツンさんがピアノを弾いてくれますし、伊勢崎さんもトランペットを吹きますし、はいはい、加藤時子さんは歌わないんですけれども、トークに参加してくださるので、ぜひお集まりくださいって。1月24日なんですね、もうすぐなんですね。そのお花は何ですか？それは、これはですね、ガザのアーティストが描いた花なんです。はいはい、でこれはガザ支援、パレスチナ支援で私が買わせていただいたものを今回は掲げて、もうガザの花を掲げて、もう早く停戦してくださいというチラシやチケットを作っておりますので、はい、ぜひ1月の24日ですね。そうなんです、はい、PTX でこちら の端っこのQR コードからお申し込みになれますし、デモクラのホームページでも、はい、私へのお声掛けでもチケット確保して受付取り置きできますので、ぜひお申し込みください。はい、よろしくお願いします。はい、そして続きましてですね、共和党物差しの須藤信彦さんです。よろしくお願いします。はい、受けましておめでとうございます。何がおめでたいかというと、岸田総理の頭ですね。本当にもうこれほどおめでたい人がね、本当に世の中にいるのかと思いますね。今大変な事態が起こってるんですよね。で、この間記者会見かなんかで記者の人がね、総理どうして原子力、ね、原発の事故に触れないんですかと言って、それを無視してね、出るんで、それでまたさらに記者の人がね、どうして答えないんですかと言ったら、それもまた無視して言ったでしょう。これ記者会見じゃないですよね。だからそんなにやっぱりこれ、まあ後で話出ますけども、これはひょっとしたら福一のね、前夜なんですよ、はっきり言うと。可能性としてはもちろん、それは
まあ、次の余震がねどういう大きさになるか分かんないんですけども、本当に危険な状態なんですよね。しかし何もそれに対して答えないというのはね、恐ろしいことでね、まあ大変頭の何て言うんですかね、おめでたい人だと思うんですよね。今日はね、まあ、年頭初めだということで私の覚悟というかね、これねちょっと大きく映してほしいんですね。これ、赤尾の豆炭ってね、僕らの世代 の、皆さんよくご存知の、要するにこれでね、9600ぐらいのね英単語を覚えちゃって、それで受験に勝とうなんてやってた、赤尾の豆炭っていうんですね。これちょっとね編集変わって今も生きてるんですよ。で数もね3600ぐらいでね、簡単なものになってきてるんですけども、これね私最近ねだんだん記憶力がねちょっと弱くなってんじゃないかなという気がして、これからちょっともう一回ねチャレンジして記憶力を増やそうと思って、ね、はいはい、やったんですよ。それでねこれふっと思いついて買ったんですよ、うん、そしたらこれが素晴らしくてですね、ちょっとその写してほしいんですけども、こういうねこういう右左がちょっと大きく映るかな、うん、右左があって、ね、英語があってそれに訳があってね、でここにちっちゃなしおりがあって、英訳を取ったり英訳にしたりね、和訳英語の分かるようになってるんですよね。これねすごいでしょ、うまくできてるでしょ、ああうまくできてるなとね、これでもう地下鉄の中でこれで勉強してやろうと、全部暗記してやろうと思ってるんです今年ね。素晴らしい。それですごいね。そこで私はねその時私はねもう本当に感動したのはね、このしおりなんですね。これはその赤尾そのさんっていうですね社長さんが、オープン社の社長がね書いたしおのあのやつのしおりなんです。これちょっと書いてちょっと読んでくれます、読んじゃなくて見て写してやりますね。人間というのはね、もともと忘れる動物なんだったこと。だからそんなこと気にしちゃいけないと。ね、忘れる以上にね、記憶していけばいいんだと。うん、いやー、その通りですよね。なるほど。本当にね、忘れることだから、ああ、せいで年取って忘れちゃうなっていうんじゃなくて、そんなもんね、忘れた分の倍ぐらいね、勉強していけばいいということですよ。私はねこの赤尾さんというのは、まあ、若い時はね、まあ、受験産業で儲けてる親父だなと思ってましたけどもやっぱりそうじゃなくて、やっぱりそうしたあの哲学を持った人でね、それでやっぱりこれだけ及べばね国際社会でもできるんですよということでね、彼はやったんだと思いますね。ですから改めてこの信念ですけどね、やっぱり我々はねこの新しい覚悟を持ってね、新しい時代に取り組んでいかなきゃいけないと、そういうふうに思ってます。なるほど。なるほど。いや、なるほどね。テレビ界にもね、貢献した方ですよね。ああ、そうですね。テレビ朝日の最初の、ね、株主さんだった人ですね。なるほど、ということですごいですね。でも須藤さん、今からまた受験勉強ですはい、ということでですね、以上のメンバーでお送りいたします。それではですね、いつものようにメールなんですけれども。ね、能美市の奥田さん、まさに石川県、能美市、からのですね、メッセージなんですけれども、これね、写真はね、これ、今回、写真の説明がなくて、地震と一言書いてあります、すごく揺れて怖かった、これ、何点ですかね、震度7の志賀町で原発を作る政府は、なんと無神経なんでしょうということでですね、今日まあこの話をまた後でね皆さんとも揉んでいただきたいと思いますけれども、能美市の奥田さんからはですね、こんな写真を送っていただきました。どうもありがとうございます。はい、そしてですね、今週のトーク項目はこのようになっております。じゃーん、ということで、これもあらかじめ言っておきますとね、今週はこれ全部できないような気がしますね。まずはですね、番外、能登地震、羽田事故、激動の新年、もうこれだけで1時間くらい喋るみたいな感じですね。そうですね。その上にですね、特集、2024年、世界は同国、ウクライナ、パレスチナ、アメリカ大統領選でも、これ1個ずつだけでもう1時間いっちゃうみたいな感じですね。はい、そしてですね、スキャンダル続きの自民党、そこまでいいもんね。もうここまでかな。そして、次期選挙、野党は同国。小辞書絵に描いた餅、これは沖縄の大執行の話ですね。そして福島をどう伝えていくかという項目が一応は用意されております、はい、頑張っていきたいと思います。で今週はですね、デモクラテレビからのお知らせはありません。それではですね、一旦コマーシャルでございます。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にトランプ、シリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。だから日本ではなんかね、
そこは海鮮放棄場のね、ええ、問題はねほとんど話題にならなくて、うん、だけどでその流れですいませんメール次の流れて流れてないけどいいですかすいません、時間短いですね、1時間しか喋れない、そうもうあっという間だからもうはい、次回も楽しみに見てください、どうもありがとうございました、どうも。はい、それではですね新年初のですねデモクラテレビ本会議をお伝えしております。ではですね、時間もないので早速中身に行きたいと思いますが、まずはこちらでございます。1月1日午後4時10分ごろ、石川県志賀町で震度7の地震があり、北海道から九州にかけた広い範囲で揺れを観測しました。建物の倒壊や火災が相次ぎ、石川県でこれ書いてない丸人が死亡したほか、90何人って言ってましたよね、200人超えたって今ニュースが、ね、200人ぐらいまで、はい、新潟、富山、福井、岐阜の各県なども含めて多数の怪我人が出ています。また輪島港では 1.2 メートルの津波を観測、沿岸部では住宅被害も出ています。一方2日午後5時50分ごろ、羽田空港で新千歳空港発羽田行きの日本航空516便と海上保安庁の航空機が衝突炎上し、海保機の乗員6人のうち5人が死亡、1人が重いやけどを負いました。日航機の乗客乗員は全員脱出、うち17人が怪我を負いました。海保機は能登地震の被災地に向け、食料や水を積んで新潟航空基地に向かう予定でした。新年早々に発生した2つの大きなニュースについて考えますということで、まあ、まずはですね、ちょっと地震のお話から皆さん伺っていきたいと思いますけれども、今日15分ぐらいにですね、現地の方とちょうど電話がつながることになっているので、その様子も聞いてみたいと思いますけれども、丸山さん、どうですか、一報を聞いたときっていうかね。いや、もうびっくりしましたね、うん、ただそこはずっと前からね、うん、非常にそのいろいろと地震が続いていたところなので、うん、大丈夫かなっていうことで、でも結局、今、報道もよくないんですよね、よくないっていうか、うん、まあ、過疎だから大変なだということは事実としてあるとして、まあ、現地もね頑張ってると思うんですけどね、なかなかそれがちゃんと伝わってこれなくて、いるんじゃないか、うん、一番僕はやっぱその問題なのがその志賀原発の話ですよね、はいはいはい、でそれについて言うと、その油漏れの、ね、量から何から、はいはい、まあ、発表もこれもいい加減だったみたいなんだけど、うん、それがまたどんどん大きくなって、どういう危険性があるのかっていうのはやっぱり一番問題なんですよね、うんうんうん、で外部電源が切られちゃってるわけでしょ。そうですね、はい、そこのところをね、うん、どう考えるかっていう、うん、でまあ何とかつないでるから大丈夫なんだとこう言うんだけど、うん、本当にね、これどうしたらいいんですかね、止めたらいいんですかね、やっぱりね、まず止めなきゃいけないですね。でもう12年間止まってた、いやいや止めるってのはさ、原子炉が止まってんの、原子炉は止まってんですよ、うん、しかし原子炉の冷却プールはそのまま、ものすごい電力を使ってるわけですよ、ですよね、その電源が切れたということですよ、うんうん、でそうすると例えばね、燃料もなんか、後で話しようか、原子炉が止まってても、冷やさなきゃいけないんですよ、そうそうそうです、つまり志賀原発自体は今日稼働してないんですよね、うん、もうず発電はしてない、発電はしてない、行ったことない人は分かんないけども、みんな停止してるんですよ、で停止したところへ行くわけですけど、うん、投資停止してるのと同じぐらいね、うん、要するに停止して驚くぐらい普段と稼働中と同じぐらい人が働いてるんですよ。ですからそれはもう停止っていう状態っていうのは、うん、稼働中と同じぐらい人員を使って、うん、経費も使って、うん、なおかつ回転してる時よりもよりも危険だということですよ。本当に危険な状況に今あるわけですね、日本全体がね、うんうんうん、そこで特に問題だというところで、うん、この活断層の真上にある志賀原発が問題ですよっていうことを、うん、ずっとここでも何十回で話してるんでしょ、 ってるわけだよね、そこで怒ってね、いや問題はありませんで、ね、何の話だということですよね、うんうんうん、そうですよね。だから規制も活断層ないっていうね認定をしてましたからね、そうです、だから、うん、そう認定もそうだし、それから要するに今回もその何ですか、それ確保されてるから大丈夫だってこういう言い方ですよね、なんかね、うんうんうん、だからそういう問題じゃないだろうと思うんだよね、うん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 、それいつ壊れるか分かんないわけだから、ね、うん、
はい、ちょっとその辺あの後でまたじっくり聞きたいと思うんですけれども、現地とお電話がつながってくる前北さん、ちょっと先に説明させてほしいんですけど、はい、あの松本石太郎さんという漆工房 の、うん、あの方なんですね。漆ね、はいはい、であの輪島塗り協会 の、うんうん、あの重責もずっとされていらした方で、火事の出た河合町なんですね、うんうん、だからもう燃えるんじゃないか、あるいはもう燃えちゃったんじゃないかっていうこともすっごい心配してたんですけれども、うん、あの LINE が来て、うん、あの家族は無事で、まず家族は無事ですって、その後あのしばらくもう一昨日ぐらいに写真が送られてきて、うん、まあ、燃えてはいないと、でもあのペシャンコって前回、うん、写真出ますか、で、松本石太郎さんは漆作家さんで、あの お年賀にお箸を送ってください、お箸の方が届いちゃって、うん、あの連絡が取れなくて、で電話したらあのつながったのでつなげたいと思います。はい、あのお願いします。はい、つなげます。聞こえますか？もしもし、あ、松太郎さんですか？あの、はい、松本石太郎さんですか？前北です。あ、どうも、はい、そちら、はい、あの、ありがとうございます。お忙しいところに、電源が少ないところにすいません。今、あの、ただ今移動中なもんですから、はい、ちょっとあの、あれかもしれませんけども、はい、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、すいません、あの、地震が起きた時どんなだったか、うん、今どんなか、あの、短くていいので、ちょっと5分ぐらい、5分とか数分話していただけてありがたいんですけれども、うん、あの、河合町ですよね。はい、そうです、そうです。輪島という町中は河合町と文石町2つに川を挟んで分かれてますんで、うん、はい、その河合町ですね。はい、河合町、よくニュースなんかでやってる、朝市通りの火災が200件とかっていうのは、河合町の方の話ですね。はい、それで川を隔てて向こう側が富士島市というんですけど、はい、これの、ね、件数は同程度あるんですけど、はい、そこも被害的にはかなり大きいですね。火事とかがなかったんで、ええ、そのままになってますけど、はい、中でかなり柱が折れてたり、というようなことはかなりあるように聞いてます。あの、写真を送ってくださったのがご自宅ですよね。はい、そうです、そうです。あの、中のっていうか、もう外から見るとぺっちゃんこなんですけれども、あの、全部ダメですね。そうですか。です、はい、あの、うん、火事が起きた、あ、火事じゃない、地震が起きた時は どんなでしたでしょうか。皆さん中にいたんですか？普通に、台所にいたり事務所にいたりなんですけど、震源が近かったもんですから警報も何も突然来るんですね、あれ。あ、そりゃそうですよね。うん、そうで、遠いところであればある程度、緊急地震速報とかあるんですけど、はい、それがなく突然とということになると、ちょっと対処のしようがない、潜り込むしかしょうがないみたいな話になりましたね。潜り込む、うん、あのテーブルの下とかにね。でも松本さんの場合は外に出られたから逃げられたんですよね。そう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 、あの窓の方から、はい、幸い、ぺちゃんこになった部分というのと、まだ、隙間のある部分があって、隙間のある部分で、なんとか助かったと。皆さん、それで収まったところ、うん、1階にいらしたんですか？ 1 階です、1階です。で、ぺちゃんこになったけど、窓から出られた、皆さんが。そうそうそう。あのね、建物としては、全部の建物が総2階ではありませんから、はい、一部1階だけの部分もあるんですね、リビングとか、うん、はあ、そうすると2階部分がぐしゃっと1階2階が行ったとしても、上に、2階部分がない家の部分は多少隙間があったと。そうですか。というような感じになりますね。あの、火事が迫ってきていたのはご心配じゃなかったでしょうか？
火事はね、はい、私どもがもう山の上の中学校に避難してから、そういう話というか、火が見えるようになりましたんで、はい、ただテレビのニュースとかそういうものを見てると、うん、朝市近辺で200件とかっていう話でしたけど、うんうん、はい、風向きが、ね、ああそうか、火元らしきところから風がね、西へ向かって吹いてたんです、うん、なるほど、うん、逆方向の東向きだと、私どももうちょっと諦めなきゃいけないかなぐらいの日でしたけど、あ、まあ、私どもは幸い、なんとか類焼を免れたというところですね、うん、なるほど、うん、あの輪島塗りのこととそれと今必要な支援で何か、うん、あのこれが足りないとかあったら教えていただけますでしょうか。輪島塗りのことも復興がちゃんとできるかが心配なんですけど、うん、一番困ったのはね、はい、やっぱりあの携帯だったんですよ、はい、電源がなくなったと、うん、はい、どうしようという連絡の取りようも何にもなくて、電池が切れたということであれば大変難しいなと、うん、でもう一つはやっぱりガソリンですね、うん、この時期ですとやっぱり寒いんで、うん、避難所も中学校では大きい体育館にストーブが一つで200人とか300人ほどいますから、はい、暖の取りようがないんで、あ、うん、そういう意味ではこれはうまくいかないかもしれないというか、対処は難しいかもしれないんですけどね、そこしかないですからね。なるほど、寒いってことですね、うん、今寒いってことですね。寒いですね、寒いです、寒いです。食べるのもある、うん、あの必要だけど食べ物よりその暖を取るものが足りてない、うん、そっちの方が先ですね。とにかく今週の末も結構冷えそうですから、はあ、うん、そうですか、うん、あの運ぶのに手間取ってますか、やっぱり道路が大変。たまたま息子が帰省してたもんですから、はい、なんとかその子を金沢に送らなきゃいけない。で今その帰りなんですよね。あ、で一般通常であれば金沢まで110キロぐらいです。はい、で2時間弱1時間45分ぐらいで通常は着くんですけど、はい、こっちから行くのに大体6時間ぐらいかかりましたから、輪島から金沢へ。それは混んでいたからですか、道路が進んだ。道路が混んでいる原因は、一部かなりの部分で通行止めになってるんですね、うん、地割れがあったりして、はい、うん、で片側一車線片側もう、うん、崩れ落ちてるみたいなとこがあって、はい、そうするとどうしても、うん、そこで止まっちゃうというか、うん、そうすると止まっちゃうと渋滞も起きるし、でましてあの大きい救援の自衛隊さんとか、消防の方の車もかなり多く来てますから、うん、車両の数としてはやっぱ多くなるんで、うん、どうしても渋滞になって時間がかかる。ないしは、止まったところで U ターンして他の道を探す、そういうことでどうしても時間がかかるんですね、うんうん、そうですか、はい、うん、ありがとうございました、うん、いえいえ、うん、なるほど、ありがとう。そんな感じですね。避難所はどこですか、どこに避難してらしたんですか。避難所はね、山の上の、輪島の中学校ですね、うん、中学校の体育館。あ、そうです、今そちらに戻るところなんですよね。戻るところです、はいはい、金沢から、うん、はいはい、そうですか。で幸いのとこに、このにそこにすぐ隣に、はい、航空自衛隊の輪島分屯基地っていうのがあるんですよ、はい、自衛隊の基地があって、その基地の要するに毛布とかそういうものも、供給されてたという意味では、うん、ちょっとラッキーな部分も
あったんですけどね。なるほど。他のエリアの避難所は、そういうことはないから、うん、まあ、ちょっと差が出たかなと思いますけど、うんうん、そうですか、というような感じですね、はいはい、ありがとうございました、うん、いえいえいえ、すいません、はい、お忙しい、ありがとうございました、はい、お気をつけて、はい、あったかくされてください、はい、ありがとうございます、はい、失礼いたします、はい、ありがとうございました、失礼します、はい、うん、ということですね、うん、本当に、まあ、大変そうなんですけれども、まあ、松本さんみたいな、松本さん、太田さんみたいな、ね、方がね、まだ本当に世の中、太田さんじゃねえや、松本石太郎さんみたいな方がもうすごいたくさんいらっしゃるっていうね、状況だと思うんですけどね、ちょっとまた、ちょっともう原発の話にちょっとまた戻るんですけれども、そもそもあれですよね、その、志賀原発の敷地の中に活断層があるんじゃないかっていうのはずっと言われていて、で、2016年に、こう活断層と解釈するのは合理的だというふうに言われていたのが、たまたまですね、昨年ですね、昨年の3月に、いやいや、もう北陸電力はずっとやらやら活断層じゃないという主張をしていて、まあ、規制委もですね、その北陸電力の、まあ、主張を認めて活断層ではないということで、まあ、再稼働に向けて動き出していた。でさらに、去年の11月にはですね、経団連の会長がですね、視察に訪れていてですね、もう一刻も早い、もう早期の再稼働を期待したいというお話をしていた、その原発だったということなんですよね。そう、やっぱりこれ、まあ、もちろん先ほどね、停止中だといっても非常に危険な状態だという話だったんですけども、動いていてもやっぱり危ないですよね、もちろん。それで結局ね、何が問題かっていうと、この現状は福井地のね、はい、もう最初の段階と非常に酷似してるわけですよ、うん、ただ向こうの場合は津波が巨大な津波でね、うん、その基本的な電源とか、うん、そういうものを水没してさせてしまったわけですね、うん、それから予備電源みたいなのもみんな水没してしまったという、うん、今度は 1.2 メーターとかね、言われて、まあ、1メーター強ですよね、はい、もうそれはもう比較にならないぐらいね、うん、片方は20メーターぐらいかもしれないと言われてて、うんうんうん、片方は1メーターぐらい、それでこんだけで被害が出るということの恐ろしさですよね、うんうん、それでだから結局何の対策も できてなかったということですよね、うん、それでもう驚いてしまうんですけど、今その、まあ、松本さんでしたっけ、今話して、はい、まあ、その金沢行くのに6時間もかかると、じゃあね、原子力発電所で何か事故があった時に避難計画はどうなってますかと言ったら ね、うん、避難しようとあって、その周辺はもう陥没したりして動けないわけでしょ、うん、でどうやって避難するんですかということですよね、うんうん、だからもう原子力発電を推進する根拠はですね、この志賀原発の現状からね、完全に否定されたということですよ、うん、それから多少専門的なこと言えばね、その電力喪失っていうのはもう本当に恐ろしいことなんですよ、原子力発電所にとって一番恐ろしいことなんですよね、原子力発電の一番の問題は熱くなったもの、うん、その熱を出した熱を冷やさなきゃいけないと、ね、これができないと原子力発電所にならないわけですね、うん、でそれのためには自分の発電したものでやるわけじゃなくて、それは外部電力で、うん、まあ、だから50万キロワット、60万キロワット、50万キロワットっていうものをね、そういうその高圧電力をですね、そこへ入れてるわけですよ、うん、で福島の福地の事件というのは最初にその電力を供給するその鉄塔が倒れて、それが来なくなったところから福井地のあれだけの事故になっていったわけですよね。で、ね、うん、で今やはりね、ここにその志賀原発っていうのは第一が54万キロワット、第二がですね135万キロワット、これ2台あるわけですよ。うん、これにですね、やっぱり50万キロワット、キロボルトのですね電力を2系統、そして27万キロワットの2系統、そして6万ボルトというですね、非常に低いですね、まあ、こういう施設としては非常に低いところは 1系統と、これがあるわけですね、うん、ところがそこでその、もうこのいろいろ錯綜したわけですけど、どうやらその変圧器がね、要するに60万50万キロ、キロボルトが来てもですね、もう普通 そのモーターを動かそうとってそんなんですぐ切れちゃうわけですから、ずっと下げなきゃいけないわけですよね、もう最後は100ボルトまで下げるわけですよ。でそこの変圧器がですね、その壊れたと、うん、壊れたことによって油が流出したと、うん、でその油の流出っていうのはもう大変なことで、うん、油って何であるかというと、それは絶縁の油なんですよ ね、 そうですね、要するに油がなくなったらですね、絶縁でなくなってトランスでなくなっちゃうわけですよね、うんうんうん、でそこが火災を発生したというのがその1日のですね、その林
官房長官のですね、うん、説明なんですよ。でそれは後でですねいろいろこう訂正したりごまかしてるわけですけれども、おそらく壊れたんです、うん、壊れたことによって通電したことによってそこが発火したわけですよ、うんうん、そのことは大変な問題で、要するに電力系統が来なくなってきたということですよね、うん、でこれはもう本当に大きな事故でですね、うん、今かろうじて安定してるっていうのはですね27万キロワットと6万キロボルト、27万キロワットが1系統とですね、それから6万キロボルト1系統、うん、こんなもので運営してるということですよ、うん、それでそれが万が一それもダメになった時にはですね、ディーゼル発電機をですねそれぞれの、うん、その原子炉に3基ずつあるわけですけれども、こんなのも今まで動かしたことのないのを動かしてですね、果たして本当にこうできるのかどうかっていうのはもう分かんないわけですよ、うんうん、でディーゼルオイル自体がもう今ないわけですよね、うん、それでその時2日に起こった時にですね、うん、大丈夫です7日間あります、うん、7日って今日何日ですかもう、うん、ね、うん、もうそれもうあとだから3日あるかないかっていうところでしょ。で本当にそれができてるのかという最悪の渋滞に応えられるのかというと、これ応えられてないわけですよ、うん、ですからこれは本当の綱渡り でこのトランスの油がなくなったってね、油がなくなったっていうのはそのさっきの135万キロボルワットのですね発電機にですねのその変電その変圧器の油がなくなったっていうのはですね、2万リットルなんですよ、うん、最初は3500リットルって言ってたんですけど、最近報道によるとですねほぼ2万リットルなんです、うん、2万リットルって簡単に言うとですね、簡単に言うと20トンですよね、うん、20トンのトランスの中から20トンのその油がねドドドドドドってこう流れてるわけでしょ、うん、でね、それで火はついてないって、それはそうですよ、うん、ね、それはだけどそんなものがあったら結局もうトランスはダメだということですよね、うん、いやトランスが出たらじゃあ秋葉原行って買ってくればいいじゃないかと、うん、そういうトランスじゃないですよ、うん、一つのトランスっていうのは作るのに1年ぐらいかかるわけですよ ね、うん、だからねこれどうやってそれが次のトランスが来るまでにね、うん、今稼働して1系統でつないでる電発をですねどうやって維持できるかっていうのはですね、もうこれはもう本当に大変な問題ですね、危ないってことですね、うんうん、ちょっと一歩間違って例えば今、まあ、7.6 の地震があってね、今度は 6.5 ぐらいの地震があったらもうこれアウトですよ、うん、おそらくね、その今来ているその27万キロボルトルのね電線だって切れていくわけです今度はね、うん、だからそうするともうこれはもう大変だということですね。でもう一つ問題なのは使用済みの燃料プールっていうのがあるわけです、どこでもね、うんうん、敷地内にあるわけですよ。そのプールの水位が変わりました、水位が3メートル変わりました、うん、それはどういうことなのか意味が分からないですよ、うん、水位が上がったんですよ。でさらにそこへですね、たくさんその水が流れ出したっていうんですよね。じゃあそれはじゃあどういうことかというと、例えば一つ考えられるのはプールですからこう揺られればジャボンジャボンとなってね、うんうん、洗面器からこう飲まれるように出てると。だけどそこで出たのは結構ですけどね、それ洗面器の水だったらそれはいいんですけど、うん、これ簡単に言えば汚染水でしょ、汚染水だよね、常識的に言うとね、それを放射能 燃料棒を冷やしてるわけですからね、うん、簡単に言うと汚染水でしょ、うん、それが出てるということでね、働いてる人への影響とかね、その他の影響とかはどうなってるのかっていうのは全然情報がないですよね。でさらにですね、もっと恐ろしいのはこ その地震によってですね、地震こう事故があったらそのバーッとこう爆発したりするとこのいろんなところでこのどれだけ放射能とかね放射線が飛んだっていうのが分かるわけでしょ。それは線量計っていうのがあるわけでしょ。でもうその原子力発電所の前のにたくさんあるわけでしょ。ところがなんか話によると14箇所の線量計がですね機能しなくなったと言ってるんですよ、うん、できっと渦まったんじゃないかなと新聞に書いてある、うんうん、これはねだからおそらく北陸電力が言ったことをそのまま記者が書いてるんだと思いますけどね、そんなね事故があって線量計が渦まるようだったら線量計の意味がないじゃないですか。線量計っていうのは事故を測るためにこうねあるんで、だからここにはね要するにこう今言ったその電力の途絶とですね、それから使用済み燃料プールの問題とそれから線量計の問題というのはみんな誰かが嘘を言ってるということですよ、うんうん、実際はもう大変な問題あって、まあ、これは私みたいにこのひねくれた人から言うとね14箇所は異常値を発見したんじゃないかと、うん、ね、
だからその異常値を発見した線量計は機能しなかったということにしてんじゃないかというふうに思うわけですよ、うんうん、ですからねやはりこれだけの事故があって20トンのね20トンのその、うん、なんていうの絶縁油がね、うん、漏れてこう流れるようなところがね、うん、他の部分だって漏れてるということですよはっきり言うと、うんうん、ここはね高圧でものすごい電力があるわけでしょ、うん、ものすごい電力がかかってものすごい圧力をかけてしかも油であってきちっとやってなきゃいけないのが漏れるということは他のそこいらのバルブやポルポルそのはですねもっと簡単に壊れてるということですよ、うんうん、だからそれはもう大変なことでどこからこう水が漏れてるかあるいはどこから水が逆に入り込んできてるかねそういうこともやらなきゃいけないしこれはもうあの福一並みの対応をねすぐやらなきゃいけないんだと思うんですよですから、うん、あの記者会見の中で、ね、記者の人がねその去っていく岸田さんに向かってねこの原子力の発のことをね誰も直して言わないんですかと、うん、例えば最初の時に起こった時に林官房長官が火災になりましたけど消し止めましたって、うん、それは火災ではありませんでしたと、うん、要するにこういう大きな音がしたんでそれは火災だと爆発だと思っちゃってそれであの火災だと言ったんですという嘘のまたあの嘘の上乗りみたいなことを知ってるわけですけども本当にこれあの大変な問題ですからねこれをあのしっかり対応しなければいけないと思うんですよ ね、でさっきの使用済み核燃料のことだってね水が増えてるというどこかどうして増えてるのか分かりませんけど減ったらどうなるんですかということですよね、うん、減ったらですね約2週間でプールの水はなくなるんですプールの水がなくなるということは冷やしていく、ね、燃料がですね冷えなくなるというそれはまさにその大爆発ですよそれは、うん、ねそれは昔の燃料だったらある程度冷えてるのかもしれないけども、ねまあ、やっぱり10年前あ15年ぐらい前にはこう動いてたわけですからそれはですねそれはもう大変な問題があるわけですねでこれだけ そのリスクがありながらね何にも記者会見でも何にも言わないと、ね、もっとねちゃんあのそんなに驚かすことなくね国民を驚かすことなくきちっと言うことは可能なはずなんですよ ね、うん、だけどそういうことを一切言わないというのはね、うん、もうこの国自体がですね、うん、もうあの今何が起こってるかが説明できないということですよ、うん、これはもう原子力だけじゃなくてね、うん、例えば財政状態とか経済状態とか ね日本の国債とか、うん、こんなもんも含めて全部そうですよ何一つ今日本は分かってないというところですよねですからこれはもう本当にこの原子力の問題っていうのはね深刻なんですよ、うんうん、でね一つ私はね、まあ、非常に気にしてるのはその、まあ、この次の話に進むかもしれないけど航空機事故ですよね、うんうん、航空機事故でねこれがねその、まあ、ちょっとフライングかもしれないけどそこまで行っちゃうとね、うん、結局なんでこんな時ね海上保安庁の飛行機がね、うん、誰が考えたって札幌や夕方にねバンバン飛んできて30分ごとに機がね、うん、何百人も乗せてる飛行機が到着してる時にねなんでその海保の飛行機がね、うん、離陸しなきゃいけないのかと、うん、ねでそんだったらでそれ見えなかったとね飛行あの日光側は見えないと見えないですよそんな夜な、うん、暗いところでね、うん、だから要するに翌朝出ればいいわけでしょ、うん、なんでそんなにね一番その薄暗がりのですね一番条件の悪い時に無理して突入してったからですよねでそれはその海保のパイロットがですね停止線で止まれと言ったのに止まらないでその入っていっちゃったっていうんですかねそれはなぜ入っていっちゃったなぜ勇み足になったかとそこにはやっぱり心理分析があって叱るべきだと思うんですよね、うん、でそれはあのそこは何にも触れられないとね、ただ要するに聞き間違いという形になってるしかしそんなバカなことはないですよねやっぱりそういうヒューマンエラーを引き起こすにはいろんな要素があってやっぱり海保 あのパイロットもねもう早く急がなきゃいけないというのがあったと思うんですよ、ね、じゃあなんで急ぐ必要があったらその分かりませんけど新潟にですね新潟飛行場へですね 救難のための水食料を運ぶと言ってそれは明日やりゃいいじゃないかとねそれから水食料だったら周りに新潟ったらまだ被災したって一部だよだからねいくらだって周りにいくらでもあるコンビニから集めたっていいわけでしょ航空機も ねあってねあってねそうですよそれでなんでそんなにねレポートその一番危ない時にね無理して突っ込んでいく必要があるのかとこれが全く分かんない要するにその海保の飛行機が何の目的で行ったのかって分かんないですねで水食料水ったらねそんだったらあんなに燃えないでしょおそらくそのぶつかったんだからそこらにペットボトルがバーッと散らばってんじゃないですかおそらくねじゃあ一体あんなに燃えて一体何だったのかとでこれもですね実際謎で結局その海保のパイロットと日航パイロットの言い合いになって終わってるわけですよね、うん、
ですからこれはもう本当に危険な状況だと思うんですよ、うん、で一つの大きな危機があると必ず周辺にですね関連した危機があると。でこれは危機管理の鉄則なんですよ、ね、ですからやっぱり危機が起こったら危機管理マネージャーというのを一人決めて、うん、それでその危機に対応するために起こる次の危機と、うん、対応したために起こった危機というのを常に準備しなきゃいけないということですよ、うんうん、だからそういう体制というものが全く今の政府で組めてないということですよね、うんうん、ですからこれはもう本当に恐ろしいところですよね、うん、ですからそれをね日本の場合は常にねその情緒的なものに流れていくわけですよ。それでそのパイロットは元自衛隊艦で働いてた同僚が出てきたりね、そういうみんな頑張ってたんですよって悪口言うのやめましょうねってね、 JAL だってみんな助かってよかったでしょ。だけどちょっと間違えたら JAL の方だって400人近い人が ね、 そうだね、死んだわけでしょ。大変な事故なんですよ。たまたま運よくですね、たまたま運よくその発火した場所が限られてたからいいけども、もっと早く 前方とかですね、あるいは両方に火がついた場合はですね、少なくともやっぱりその半分ぐらいは死んだ可能性もあるわけですよね。でそういうことは全く議論されてないというですね、この国のその、まあ、体質というかね。ですからやっぱりこの事件というのはまあこれから少しずつ明らかになってきますけども、やっぱりその辺をしっかりしてほしいと思うね、うん、特にその丸山さんじゃないけどジャーナリストに頑張ってほしいと思いますよ、うんうん、例えばね日本の記事っていうのはもう今言ったようなことですよ。で我々はもういろんな記事を集めて、あおかしいな、あおかしいなと、ここに矛盾があるなということでようやくここまで分かるようになったわけですよ ね、 そうですよね。しかしね、例えばロイターなんてね、きちっといろんな点をね指摘してるわけです、すでにね。で外国のその情報、そのなんていうのかな、あのジャーナリズムとかね、きちっとやってるのに、どうして日本のはねそれできないのか、聞かないんでしょおそらくね、うん、で聞いても書かないんですよ。だからやっぱりそういうことではね、現実が何であるかをねしっかり理解することはできない、難しいと思いますね。あのね、はい、そこでちょっと言いたいのはね、うん、やっぱりねあのせっかくねあの北陸にずっといろいろ集まってるんですよね、うん、あの原発が、うん、それで今の問題なんですよこれ、うん、今言ってるようにこれ、うん、まあ、現在進行中なんだよね、はいはい、あの地震の方は多分一回収まったかなんか知らんけど、はいはい、ああいう形で被害が出て、うん、それでその被害を何とかして対策するっていう話なんだけど、うん、こっちはね、まあ、今本当に動いてる話なんですよ、うんうん、でそこのところはね全然認識が違うんじゃないかと思うんだよね、うん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 、それからあのまあそのなんていうか、新聞社について言ってもね、うんうん、まあ、例えばあそこの、まあ、よく言われることはね、うんうん、原発賛成の新聞社がね、うんうん、頑張ってたりするわけですよ、うんうん、北国新聞っていうね、うんうん、今かなり有名なんだけど、うんうん、だけど、うんうん、森喜朗さんが連載をしてて、ね、連載をしていたね、はい、というふうに言われてる、はい、でもね、そういう問題とね、うん、一緒になっちゃったらまずいんだよね本当にね、うんうん、とにかくこれこのことについて言うと事実をちゃんと伝えるということからまだやらないと、うん、あの危ないと。それからその今言われたそのメカニズムなんかも、うん、この福島の話は、まあ、例えば大体みんな頭に入ってると思うんだよね、うんうん、でそこのところはどうなってるかっていうか、まあ、原発担当の人ですよ、うん、そういうところから言えばこれと同じじゃないかってすぐ分かるわけで、うんうんうん、このところはね本当にねもうちょっと頑張ってもらわないと困るんでね、うんうん、そうですね。前木さんなんですか、うん、もう現時点でマスコミの報道なのか政府の発表なのか墓穴掘っていると思うんですね、うんうんうん、あの福島の時に私たちは随分学びました原子力発電のことを。で国民として学んだのにもかかわらず一方が異常なしだったんですね、うんうん、学んでないなと思うし、うんうん、あの時は民主党政権で、うん、あのもうダダ漏れっていうぐらい、うん、もうローデータをとにかく出すっていう、うん、あとまあ逐一会見やってましたよね、うん、会見もやってたし、うんうん、どうなったかもう とにかく発表、うん、あの意味わからなくても発表するっていう、うん、あのたまたまピースボートの上にいて、うんうん、でとにかく来る情報を全部受信してプリントアウトするっていうピースボートの方もなんだか、うん、あのそんな方法でいいのかと思ったけど紙の無駄じゃないかっていうのを思ったけどもうボワーって毎日毎日積み上がっていくわけでしょデータが、うんうん、で誰も意味わからないんだけど政府から出る情報がですよね、うんうん、とりあえずデータが出してそれだからあのどっか その観測地が計測したデータとかだと思うんですけれども、うんうん、あのそういう姿勢が感じられないっていうかそこまでは求めないけれども、うん、あの一方がろくに調べもせずに、うん異常なしっていう時点でもうおかしいでしょって、うんうん、でそれを聞いていた何も政治とかにあの市民活動とかに興味のない親戚も、うん、あまた嘘言ってるわって、うん、やっぱり
皆さん学んでるわけですよ、うんうん、福島から、うん、2011年から学んでいて、うん、でその態度にだから政府が悪いのかマスコミが悪いのかわからないけど、うん、その複合体でどうせまた嘘ついてるんだろうって、うん、その分不安なわけですよ、うんうん、不安は解消されないのに、うん、発表されたりあと記者の質問に答えないっていうところが、うん、本当に舐めてるのか国民を舐めてるのか、うん、その頭が働いてる人たちに対して、うん、あのやってはいけないことをやってるっていうのを日々感じます、はいはいうんうん、そうですね。まあ、今のちょっと詳しく説明すると、あのまあ官邸記者クラブで岸田さんが会見をやりました。でまあ通常そのまあ指名をして質問をするんですけれども、指名をして当てられた記者は実は一人も原発のことを聞かなかったんですね。それでもうこれで会見終わるっていうところでですね、フリーの記者がですね、原発の質問をさせてくださいと、再稼働を諦めるべきじゃないですかというまあ声を投げかけたんですけれども、まあ、岸田さんはこんな勝利かなんかしまってもう全く聞こえないふりをして、もう日本この地震大国の日本で原発の再稼働は、無理だということが分かったんではありませんかっていう言葉を投げかけたんですけれども、全部無視して帰ってしまったっていう、まあ、そういうね、いきさつがあったっていう。あれね、できるところの時の話で言うと、うん、地下電原発じゃなくて珠洲だったんだよね最初ね。はいはいはい、多分そっちの方で、ね、珠洲ですね、珠洲市ね、珠洲市で、はいはい、だからそういうことまで含めて言うと、うん、あの地域の人たちは本当にあの、うん、今危ないんだっていうふうに、ね、ちょっと認識し直してもらわないと、ね、大変だと思う。でもう一つ、ね、根本的なことでもお伝えしておかなきゃいけないなと思っているのは、今回のですね、能登半島の地震の、まあ、大きさですね、あのエネルギーっていうんですか、2825ガール、だったと、で要するにこれ東日本大震災が2900ガールなんで、ほぼ熊本が1791ガールと呼ばれていて、なのでほぼ東日本大震災と同じぐらいの大きさの、まあ、多分日本でおける最大級ぐらいの、地震なんですね、うん、そうすると普通考えるのは、日本のそういうその原子力発電とか耐震構造っていうのはこの2900とか3000を超えてないとおかしいって普通思うじゃないですか、うんうん、で事実ですね、日本の民間のハウスメーカー、例えば三井ホームのですね、一番あのなんていうかな、最グレードの耐震性は5115ガルに耐える、うん、三井林業のですね、あの住宅はですね3406ガルに耐える、うん、じゃあ志賀原発は1000ガル、そうなんです、すべての原発がそう で大井原発に至ってはですね、設計時は405ガル、なぜが後に856ガルまで、でほとんどの原発は1000ガル以下なんですよ、うん、なぜ、なぜ補強したのに、そうそうそう、あの耐震見直しをしたのに、したのに、そうです、なぜ、いやいや、そんな大きな地震が起きないから、起きないからっていう理由になってるんだよ、それしかもそれがね。っていう説明をされてる、うん、いいですか、です民間の三井ホームの耐震性は5000あるんですよ、住友林業の普通の家ですよ、耐震性3400ガル耐えるように作って売ってるんですよ、うん、原発1000ガル以下、だから民間と政府っていうふうに政府って電力会社は民間ですけどね、日本航空機と海保機の違いっていうふうにどうも思えてならない。ああ。で民間はもうあの売ってるし命乗せてるしって言って、まあ、売れないし、そんなに低いガルだったら売れないからって言ってやる、でも原発は低くても補助金で建ててるから別に事故っても自分の責任じゃないしっていう、やっぱり心理的なものが働くとしか思えないですよね。このことね、あんまり知らないんですよ世の中の人、うん、そうそう、だからこの原子力の方はね、要するに1000ガルを、まあ、2000ガルにしようということでそれをみんな主張して、それに対してものすごいこうバッシングがあったりしてね、うんうん、あの、あったわけですよね。しかし本当にあの実際にそこに人がいるとしたらね、5000ガルでも当然なるんだと思うんですよね。ただね、やっぱりここでは考えなきゃいけないのはね、これはねこの原発とか志賀原発だけの問題じゃなくて、じゃあ今までの政治がないやったら何だと、例えば日本強靭化、強靭化ってね、強靭化、日本を強靭化するという、ね、強靭化政策、はい、それをね、どれだけ予算をつぎ込みましたと、じゃああの予算はどこ行ったんですかということですよ。で今さっき の, その, あのいや輪島塗りの方のね、家の家がべしゃっと潰れた、べしゃっと潰れる家はもう日本中もう何百万ってあるわけでしょ、うん、ね、もう同じもうそのあの マグニチュード 7.6 じゃなくたってね5ぐらいでも潰れるようなのがもう日本中にあって、
それを変えなきゃいけないわけですよ。じゃあね、ヨーロッパはどうなってるかというと、ドイツではね、住居法っていうのがあるんですよ、うん、住居法っていうのは人間が住む住宅っていうのはね、こういう基準でなきゃいけないということで、例えばそのたくさん家があってね、そこへ救急車が入らないところは、あなたの家は家じゃありませんと、ね、うん、これは住居法に反してる家だから、これは取り壊しますよって言って公園にしちゃったりするわけですよ。だから日本の多くの今の家っていうのはね、2階建てで木造で建築40年以上経ってて、そして瓦葺きなんですよね、うん、こんなものがですね、マグニチュード5以上に耐えられるはずがないわけでしょ、うん、だからそれはもう徹底的に変えなきゃいけないし、おそらくあの神奈川とかね、横浜っていうのはある程度変わってね、いくし変わってるわけですよね。だからそれは全国でやらなきゃいけないのに、じゃあこの北陸は何やってたかというところですよね、うんうん、これはもうまさにそのこの森喜朗さんのね、うん、が一生懸命こう新幹線作ろう新幹線作ろうと言って、今どっか行っちゃってたわけですよね、うんうん、よくわからない人で、さらにここの石川県の知事はね、その長谷さんという人ですけどね、うんうん、その人もまあいろんな疑問のある人ですけども、なんとこの地震が起こった時にですね、東京にいて、ね、うん、すぐ官邸に駆けつけました、うん、何言ってあなた知事だから地元にいなきゃダメでしょ、うん、ね、それはね、それはあの天皇のご挨拶があるとか何言ってんだ、それは知事はやっぱり地元でですね、地元の県民の人のご挨拶を受けなきゃいけない立場なんですよ、その地元の天皇みたいなもんですからね。その人がなぜその時にね東京にいるのかというと、これはそれはね、その大震災じゃなくて政界の激震なわけでしょ。だからそういうもう日本のその政治の縮図がね、たまたまこの地震によってもう明らかになったと、うんうん、だからこれはもう本当に徹底的にですね、今のそのこれを活用してね、これは起こったことは地震はしょうがないですけども、これをまあ機会としてですね、やっぱり日本の政治体質、それから地元体質、自治体体質というのを根本的に作り直していくぐらいの覚悟が必要だと思いますね、うん、そうですね。もう一つ指摘しておきたいのは、まあ、松本さんのさっきの、ね、リポートだと、まあ、たまたま隣に自衛隊の基地があったんでね、それは良かったみたいな話なんですけども、まあ、地震発生からこれまで、まあ、ネット上でも随分指摘されてるんですけど、やっぱり日本のその避難所のやっぱりこの悲惨さというかですね、まあ、プライバシーが守られていないとかですね、まあ、必ず体育館じゃないですか、で段ボールすらないみたいな話があって、でも東日本大震災から何年経ってんだよって、間に熊本もあってあれもあってこれもあってって、でどうなってんだよっていうですね、まあところなんで、それでちょっと調べてみたんですよ。そしたらですね、2012年、これ民主党時代、民主党政権時代ですね、当時のですね防災関係予算っていうのはですね、まあざっくりと5兆円で、これに対してですね防衛予算っていうのが 4.6 兆円だったんです、2012年。これがですね2013年の防災関連予算が、いいですか、民主党時代5兆円あったのがですね1兆6000億円ですよ。で防衛予算がですね民主党政権時代 4.6 兆円だったのがですね 6.8 兆円ですよ。いいですか、中国や北朝鮮なんて絶対攻めてきませんよ。で防衛予算が 4.6 兆円から 6.8 兆円ですよ。地震は必ず来ますっていうか、事実何回も来ました、来てるよね、東日本以降、うん、北海道もあったじゃないですか、うん、にもかかわらず防災予算が 5兆円から 1.6 兆円ですよ、うん、これいいんですかね。日本っていう国を見誤ってますよね、はい、国民の命と生活を守るために何が必要かっていうのを 見誤ってるというか、見間違ってるというか、勘違いしてるとしか言いようがないですよね。でそれ言うと、この 5兆円は震災直後で復興費がすごく多いんだっていう人がいるんですけど、いやいや、そのまま原発も事故ってるんだし、どんどん増えて、しかるべきがなんで減るわけって、むしろって、備えができてないんだから、結果、まあ、なんだろう、貧弱な、避難所がいまだに日本中にどこにでもあって、結局なんか災害が起きるとみんな雑魚寝して、で毛布があったりなかったり、で今回寒いか、寒いって言ってまだ言ってる、まだ言ってる、うん、もう発生してから1週間近くなろうというのに、その松本さんが寒いって言ってましたもんね、言ってるのが、うんうんうん、すごく胸が痛い、うん、それと解放機何積んでたのかっていうのもすごく気になる、なん
何を積んでたのかが気になる、はいはい、解放機が。そう、日本航空の解放機が燃えたのはやっぱり燃料が燃えたんじゃないですか、あれ。いやそれはガソリン、ね、いやそんなことはないですよ。ディーゼルオイルでしょ。で新潟へ行って新潟からまたちょっとディーゼルオイルじゃなくてジェットオイル、ジェットオイル、ジェットオイル、うん、あそれはまあ燃えるでしょうね、うん、そうそう、それはあるし、それは僕は解放機の問題に関して言うとね、うん、止まれって言ったのにこうずるずるっと入っちゃってるわけでしょ、うん、ずるずるか何か分かんない。結局ね、 今までそういうことをやってたんだと思うんだよ。変な言い方ですけど、あんまり確認してせずに、そう、確認しなくてそこまで来たら大体大丈夫っていうふうに常になってたんだと思うんだよね、うん、まあそういう時しか入らなかったっていう。いやそれ違うと思いますよ、やっぱりね、うん、要するにこれ、まあ、中型機ですけどね、うん、開放のやつは、まあ、要するに普通の飛んでる飛行機に関しては明らかに列位なわけでしょ、うん、ですね。だからちっちゃくてね、片方は400人500人乗ってるような飛行機だから、でしかも定期でしょ、定期便ですよね、これ。もう時間通りに来て時間通りに着陸してるわけですよ。だそれをの間を縫ってこうやるなんてことはね、やっぱりそんなことは簡単にはしなかったはずなんですよね、うん、ですからやっぱり何かの理由でこれはもう急がせる気持ちがこう、そのプレッシャーがね、おそらくそのなんか3回目だったんですよね。そうそうそう、ずっとずっと飛び回ってるんですけどね、うん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 、なんでじゃあその不思議ですよね、じゃあ何のために行くのかって言ったら、みんながね、その何でも救援物資だっていうと納得するじゃないですか、うんうん、しかしなんで新潟に救援物資でね、そんなに届ける必要があるのと、何も飛行機で行くのよりそれはトラックで行った方がいいでしょうと思うよね。だからやっぱりね、そこに何か嘘があるんですよ、うん、で何の嘘かって、これ大した嘘じゃないかもし、大したことないかもしれないよ。しかしやっぱりそういうことをね、平気で今の政府がこう国民にこう嘘をついていくという体質はね、うん、本当に恐ろしいですよね、うんうんうん。まあ、そうですよね。だから、まあ、解放機の問題もそうだし、そのさっき前木さんが言ったみたいに、その原発の話だってね、林さんは大丈夫だ、まあ、要するに大丈夫だ大丈夫だ異常なし、そう、異常なし、異常なしの一歩が早すぎるし、うん、根拠はないし、うん、本人言ってないし、うん、誰も言ってないし、マスコミも言ってないのに、うん、異常なしって言えるほどの材料はあなたが持ってるとは思わない。いやそれでね、鎮火、鎮火、火災だから鎮火したって言うんですよ。それで、まあ、その彼らはそう言ったんですよね、うん、それは問題なのは、その後北陸電力なんかがね、こうそれを否定して、うん、それはもう嘘でしたと、うん、それは間違いでしたと、うん、それは大きな音がしたんで、うん、大きな音がしたんで、それを爆発と間違えたんでなったってこと、うん、そんなね、大きな音がするはずないでしょう、ね、うんうん、だからそれをごまかしてですね、うん、それで火災はこれ、まあ、これからもね、皆さん記事を見てよく見てほしいんですけど、こういう嘘っていうのはこうなんですよ。嘘言ってないんですよ、北陸の方はね。なんで言ってないかというと、署内ではね、署内ではそんな火災は起こっておりませんというわけですよ。署内ってどこ、それは建屋内ということでしょう、おそらく、うん、ね。で例えばその半圧機なんていうのは建屋の外であって、電力が来るのこう別の建屋があるわけですよ。だからそういうことを言うわけですよ。それからね、原子炉は問題ありません、その原子炉は問題ないですよ。しかし原子炉の周りのパイプとかいうのは全部あるわけですよ。だからずっとね、こういう奇弁をね、平気で記者会見で言って、全然記者はそれをチェックせずにそのまま記事にしてて、ああ原子炉は安全だったんだなんて言ってるわけですよね。だから、うん、許せる間違いと許せない間違いっていうのがあるなって、今回は、うん、気象庁が震度7って言って、うん、すいません3の間違いでしたっていうふうに訂正したっていうのがあって、あの時はああって思って、まあそういうこともあるんだろうなって。Jアラートもひどいですけど、作為が入ってるんだろうなと思われてるっていう自覚がないところが発表するのがすごく多いと、うん、のと、やっぱりマスコミは ものすごく慎重にその怪しいと思われているっていうことをちゃんと自覚して、うん、ちゃんと、うん、取材して書くとか、うん、その鵜呑み、その発表されたのを鵜呑みにして出すだけでは、うん、もはや足りないぐらい皆さんとても関心があることなんですよって、うんうんうん、そこがなんかこう辺野古じゃないけど、押し切ったら勝ちみたいな感じで、うんうん、発表されるから、うん、その姿勢に、うん、まあ、村っていうかイラッとするというか、うんうん、福島原発の時にね、ずっとこの東電のね、発表をこうチェックしてた人がいるんですよね、はいはい、何人もね、はい、それでその中でね、元弁護士さんだったジャーナリストが、うん、まあ、亡くなっちゃったんだけど、うん、から泉さんとかね、ずっとやってて、はいはい、で福島原発でいかにその
こう隠したりごまかしたりしてるかっていう話はこうやってるんだけど、実際ね今回そういうことが行われてるのかどうかもわからない。そういうことが問題なのよ、うん、会見が少なすぎますよね、うん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 、少ないのか、うん、まあ、やってても聞かないのかね、わからない。すいません、あまりに議論に白昼して CM 入れるの忘れちゃってました。あのここで一旦コマーシャル入れていいですか。はい。せーの、手洗いキュ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 、帰った時もご飯の前も。カワウソくん、丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ、東京新聞。ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております、しております、アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパくんは浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。羽田の、ね、航空機事故で、まあ、ちょっと僕気になったんで調べたんですけれども、まあ、一つはやっぱり人減らしと、過密ダイヤの問題っていうのが必ずあって、要するに航空管制官の数っていうのがやっぱり一貫してこれも減らされてるんですね、さっきの防災予算と一緒で、2005年に4985人いた、まあ、管制業務に関連する、まあ、その航空管制官と言われる人が、4134人まで減らされてます。でここがポイントなんですけども、最初は 何年、ね、2005年が4985人、4900、それが、まあ、最新直近の一番新しい数字で、令和5年度なんですけども4134人、うん、でそんな減ってないんじゃないかなっていう感じもあるんですけども、この間に飛行機の便数が飛躍的に増えてるんですよ、うん、要するに4720、これ延べですね、あ、じゃあ470万機延べが6953万、え、ちょっとごめんなさい、桁が違う、695万、ごめんなさい、695万まで増えてる。そうすると、まあ、これ単純計470万が695万に増えてる、つまり、まあ、倍とは言わないけど、そうですね、だから1人の管制官が見なきゃいけない航空機の数っていうのが、まあ、倍とは言えないけど 1.8 倍ぐらい、2倍弱になってるっていう中で、うん、もうダイヤがどんどん、さっき翔さんおっしゃったように羽田で90秒に1回降りるらしいですね、90秒に、それをもう今度1分に1回にしようとしているっていうような話があって、うん、でさっきもおっしゃった通りなんですけど、要するに解放機止まれって言って、で止まったかどうか見てないんですよ、うん、そうなんだね、で見てないで何してたかって、もう次のやつやってるわけですよ、そうそうそう、次に降りてくるやつ、うん、あで、ちなみに要するに今回事故になってしまった JAL 機に対して支障がないから降りろっていう命令を出してるんですよ、うん、でも支障あるんですよ、うん、いやだからそれはね、はい、昼間だったら見えるわけですよ、はい、そうです。だからああいう暗闇の中でね、その明るいその誘導灯しかこうないところではね全く見れないですよ。ですからやっぱり機械的に ね、例えばそのタクシーを越えたところに、タクシーを、まあ、要するに誘導路ね、タクシーを越えたところではピカッとなんかつきね、それからその待機所で待ってる時はピカッとつき、それを越えたらビーッとなるとかね、こういうことを作ろうと思えば簡単にできるはずなのにね、全然やってないわけですよ。だから日本は要するにここにあるのはやっぱりお役所体質ですよね、うん、まあ、国土その交通省なんかはね、その自分たちに類がないように一生懸命こう今要するにテレビ見るとそう思うじゃないですか、うん、ね、やっぱりだけど自分たちが本当に真剣にやらなきゃいけない。例えば交通事故だってそうですよ。交通事故起こるとね、まずドライバーが悪いというなって、特に高齢ドライバーが悪いとね、それからその車になって道路が悪いということは誰も言えないでしょ、うん、しかしね、交通事故ってのは本当はね道路が悪いと、うん、それから車にも問題があると、うん、ね、うん、そしてまあその某車のあるある車はですね、うん、本当に事故が多いわけですよね、うんうん、それから最後は
その個人のドライバーの問題なんですよ、うん、逆になってるわけですよね、うん、だから道路が事故を起こして道路が悪かったんだと言って責任それが通らないわけでしょ、警察なんか認めないですよね、うんうん、しかし実際にはもう事故を起こしやすい道路がそのままになってるわけですよね。それと同じことがこのその飛行場でもあってね、本来ならばこんなに便数が増えてね、しかも多様な人たちがどんどん来るというものに全然対応できてなくて、それはパイロットが悪いと、パイロットのヒューマンエラーだという形で来るわけですよ、うん、ですからそれはやっぱり基本的にはね、やっぱりその羽田飛行場の滑走路体制が悪いと、道路が悪いんですよ、はっきり言ってはね。それから飛行機の問題が、まあ、ヒューマンエラーっていうのは必ず起きるんですよね、うん、だから飛行機がもう、うん、もちろん変えられるわけですよ、いくらでもお金かけてね、それもやってなくてパイロットがどうのこうのっていうのはね、本当に おかしいと思うんですよね、うん、ですからやっぱり日本におけるそのこれで分かるようにね、もう日本はね、その官僚主導っていうかね、お上主導の社会になってて、うん、だからいつまでたってもね、対応ができないのは、お上の自己保身のためにですね、本当の対策は取れないんですよ、うん、そうですね、だからここでもやっぱり同じようなことが繰り返されてるんだと思いますよね、うんうん、はい、さまつなことかもしれないんですけど、すごい気になっていることがあって教えてほしいんですけど、うんうん、最初に日本航空が出てきて記者会見を開いた時に、うん、最初にどうもすいませんでしたって言った時に、うん、言ってこう顔を上げたら2人黒子みたいな背広着た人が出てきて、うん、こう一生懸命カーテンを引いて、で国交省のロゴを隠したんですよね。あれなんでそんなことする必要あるんだろうってで毎回それがニュースで出るから、いやそれはね、国交省のパネルでやってるわけですよ、うんうんね、場所でやってるんで、しかしまあ、その謝ってるのは JAL だから、うん、民間航空機だから、うんね、その国交省と違うということでバーッと隠したということですよ、うん、最初から引いとけばいいのに最初そうそう気がつかなかった気がつかなかった、ね、だから捜査の来てちょっと気になるのは、だから要するに今ほら警視庁が業務上過失致死で捜査に入るって言ってるじゃないですか、ね、で業務上過失致死で捜査に入るってことは、もうまさにその海保のパイロットがね、要するに管制官の指示機関に入っちゃったじゃないか、お前業務上過失致死だっていうことをやろうとしてるわけでしょ。そう、うん、でもそれだけじゃないもんね、うん、そこにいやだからね、まあ、しつこく言うけどね、しつこく言うけどね、これはもうしつこく言うけどね、うん、この問題はな、このね、その海保の飛行機はなんでこの日にね、この夕刻にね、うん、無理して飛ぼうとしたのかですよ、うんうん、それがね、そのなんか、水と食料を運ぶだったらね、うん、じゃあ明日にしたらどうですかと言えるでしょ、うんうんうん、なぜこんなに無理してね、そのギリギリまでこう寄ってって、そのもう次々とね、もう たくさんの人間がこう降りてくる定期便ですよ、しかも、うんうん、いつ何時に降りるっていうのはみんな分かるわけですよ、うんうん、パイロットだって、うん、定期便で、ね、それはあの情報が伝わってないじゃなくて、それは定期便、あんただってパイロットって知ってるでしょうってね、うんうん、だからそれがなぜこう無理して一歩前に行こうとした、それはやはり、まあ、うがった見方かもしれないけどね、それは海保機のパイロットに対してね、これは緊急だからやれと、一生懸命やれという指示があったはずなんです、うんうん、それはそうです、ですからそれは一体何ですかということですよ、うんうん、これをやっぱり明らかにしないとね。いや、それとね、僕やっぱね、その、うん、あの今ね、山口さん言われたね、うん、その管制官と、うん、その要するに飛行機の数とか、うんうんうん、ものすごい重要だと思うんだよね、うんうん、つまりね、今全部それでやってきてるんですよ、うん、そうです。で昔ね、あの、いや僕昔調べたことで言うとね、うん、あの要するに羽田沖で飛行機が落ちたことありましたね、はい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 、逆噴射ね、はいはいはい、であの時にね、その逆噴射のこの機長っていうのが、まあ、大体こう乗ろうぜみたいなっていう話なんだけど、うんうん、つまりね、あのどういうあの労務体制だったかって調べたことがあったよ、うんうん、そしたらね、つまりね、あの時は問題になったのはインターバルなんです。つまり前の飛行から次の飛行までの間をちゃんと休めてるかどうかって話、うんうん、でね、これがね、もう本当に日航と全日空と比べたら2時間ぐらい違ったの、うん、あの時、うん、でだからそういうの改善されてきてるわけですよ、一つずつ、うん、だから今回なんかもね、本当にそのことを真面目にやってもらいたいと思うね、うんうん、管制官の問題って大きいと思うんですよ。で、ね、今回要するに驚いたのはやっぱり、うん、管制官のやり取りがね、うん、インターネットで流れるわけでしょ、はいはい、やっぱり公開されて、それまあ聞いてですね、まあ、改めて驚くのは英語のめちゃくちゃさですよね。これでよく聞き取れたなと英語になってないですよ、ね、
ね、もう本当にそのジャパニーズイングリッシュ で途中で、あ、じゃあこれからは日本語でやりますなんて言って日本語にしちゃうわけですよね。でこれが国際空港のか、ね、そのやっぱりそのコントローラーかなと思っちゃいますよね。やっぱりそういうんだってきちっと国際的にね、まあ、BBC とかね、うん、それから ABC で喋るようなキャスターが喋るような英語でやっぱりね、これやる必要があるんじゃないですか。うん、それとね、もう一つね、そのことで言うと、あのつまりね、民間機でこう使ってる周波数とね、うん、それから米軍が使ってる周波数と違いますよね。うんうんうん、僕は海保の飛行機っていうのはね、米軍のね、その周波数をしょっちゅう使ってたんじゃないかと思うんだよね。うんうんうん、だからその辺のことを知りません、分かりませんよ。うんうんうん、つまりだけどそういう問題っていうのは非常にこう、うん、いろんな格好でね、こう反映されてきてるんだと思うんだよ、ね、うん、慣れとかさ、うん、この習慣とかね、うんうん、もしかしたらあのファーストってやつはその元なのかなっていう気がしてるんですよね。なるほどね。やっぱ海上保安庁っていうものがどういうものだったのか、どういうものなのかっていうのは私たちはもっと知るべきなんだなと思いました。もちろん、そうです、国交省なんですね本来ね。勘違いしてました私は、うん、もっと知らないといけないというか、うん、親なんだろうっていう気持ちが今回あったので、うん、まあその辺もいずれにしても、だから今出たようなこう疑問をね、ちゃんとね、ちゃんとね解明してもらわないといけない、うん、で本当に、ね、そこはねまさにジャーナリズムの仕事なんですよ、うんうん、それやらないとダメなんだよね、うん、そうですね、うん、だそれね、僕は、まあ、これなぜこういうことを言うかというとね、やっぱり政治家時代つくづく思ったのは、まあ、僕らはそんなこと一度も利用したことないけども、政治家の人はそういうね、あの海事の飛行機とかね、海保の飛行機をね利用するわけですよね、はいはい、だからそれであのいろんなことで利用してるわけですよ、うん、でいろんな利用名目つけてね、うん、なんとか視察とかね、なんとか、うん、でだからそういうこんな状況の中でね、どうしてこういう飛行機の使い方をするのかなと、うん、本当につくづく思いますよね、うんうん、なるほどね。でこれひょっとしたら400人近いね、うん、あの乗客が犠牲になったかもしれないわけでしょ、うんうん、だからこういう問題をしっかりとやっぱりね、真実を明らかにすると、うん、それは本当にジャーナリズムの問題だと思いますね、うん、そうですね。だから自衛隊と違う海保っていうものが自衛隊よりも使いやすいと思われてるかもしれないってことですかね、うんうん、いやいや、そうそうでしょ、だからあの、うん、盲点になってたなと思って、うんうん、だから自衛隊の方はだからそのね、あのつまりあの災害のためにあるんだというふうにみんな誤解してる部分があるんだけども、国民の中によ、うんうん、だけどそうじゃないわけで、それわざわざ外したりのしてるわけですよ、ね、うんうん、今どんどんそれを外したいと思ってたりなんです。あのもっと言うと自衛隊のそのがどうやって国民の中に浸透してからいろいろやってて、例えばお祭りなんかにね、いっぱい出てきたりさ、なんかいろんなことやるわけですよ、自衛隊が、うん、自衛隊が、うん、だけどそういうことが、まあ、かなり限界に来てるってことは確かに、うんうん、だからそれでむしろあの人が足りなくなったりする、うん、そういうバカバカしい話が起こってるわけでしょ、うん、だからやっぱり自衛隊を災害救助隊に変えていけばこれ全然ね、うん、だって本当にイージス艦なんかいらないし、なんとかこうその、ね、爆撃はいらないんですよ、ミサイルもいらないんですよ、そういうことじゃない平和を作んなきゃいけないわけだから我々は。そうですね、マスコミももっと頑張って調べないといけなくて、うん、羽田のことの第三者委員も必要だけれども、北陸の方もあの新聞、さっき北国新聞が結構保守的だっておっしゃいましたけど、うんうん、でも北陸中日もいますから、北陸中日はね、あの中日と東京新聞のと同じですから、そうだからあの社説なんかも東京新聞の使ったりなんかする、うんうん、だから同じです。だからが、ね、今こそ頑張らないといけないし、志賀原発の周りでその放射線量が上がってないかっていうのを誰かがすぐに調べて、うん、行って調べてほしいし、志賀町も随分あの崩れてますから、うん、そんなに弱いんだったら、うん、あのどうなってるのかっていうのを、うん、そういうことですよね、うん、あとそう福島があったからこそでしょうけれども、記者会見っていうのも結構カメラで捉えられているわけだから、うん、記録にも残っているし、記者の人たちもしっかり質問しないと自分たちも見られてるんだよっていうのを忘れないでほしいですよね。まあ、あのやっぱりこの志賀原発の問題っていうのはね、福一台だけの事故を起こしてね、あれはもうあれだけで済んだ事故なわけですよ、うんうん、本当はもっと何十倍も大きかった事故かもしれない、うん、でかろうじてあそこでとどまったわけですけど、うん、その教訓を何にもね
十何年経って何にもその、その取り入れてないという現実に、ね、もう本当驚きますよね、うんうんうん、教訓として生かすってあんなに言ったのに生きてないじゃんって、うん、でそれを普通の人たちとか子どもたちが生きてないねとかどうせ